岡津は、阪神タイガースに所属する埼玉県引き軍、小川町出身のプロ野球選手。小川あずま中学校時代に野球をスタート、当初は控えの二類種であった。埼玉県立坂戸西高等学校への入学後に、当主へ転校すると、2年時の秋から AS の座を確保したが、在学中には全国大会と無縁であった。卒業後に、 高校からグラウンドがほど近い東京国際大学へ進学。広島東洋カープの監督時代に日本シリーズ制覇を3度経験した小畑氏が監督へ就任したばかりの公式野球部で1年次の春から東京を新大学野球のリーグ戦に登板した。AS として臨んだ4年次の春季リーグ戦では3カンプを含む7勝を挙げてチーム史上初の優勝に貢献。 自身も MVP とベストナインを獲得した。また、大学として初出場した大学選手権ではベスト4進出に貢献した。リーグ通算43試合16勝6敗、防御率1.61。2011年 NPB ドラフト会議の前には東京ヤクルトスワローズをはじめ複数の球団が上位指名候補に挙げていることが報じられた。実際には 阪神タイガースから四巡目で指名。東京国際大学の出身者としては、初めての指名で、契約金4000万円、年俸800万円という条件で入団した。入団当初の背番号は17。2012年には、同性、同年齢、同期入団の伊藤早田と共に、新人ながら一軍キャンプに参加。しかし、キャンプ終盤に、 右肩関節の周囲炎を発症したため、公式戦の開幕を2軍で迎えた。10月3日の対中日ドラゴンズ戦で、先発投手として1軍公式戦へのデビューを果たしたものの、1軍公式戦への登板は、この1試合だけにとどまった。2013年には、2年連続で1軍キャンプに参加。2013ワールドベースボール。 クラシック開幕直前の2月26日に、京セラドーム大阪で開かれた WBC 日本代表との強化試合では、9円当番の2インニングで日本代表打線を完全に抑えたことから、非公式記録ながらセーブポイントを獲得した。しかし、後に右肘を故障したため、シーズン中は2軍生活に終始。ウエスタンリーグでも、公式戦12試合の当番で1勝1敗。 防御率11.57に終わった。シーズン終了後の11月11日には、育成選手として契約を公開。背番号も117に変更した。当時ゼネラルマネジャーだった中村克弘からは、正直なところ、大学出身の投手で、ファームでの防御率は物足りない。ただ、力はこんなもんじゃない。もう一回這い上がってきてほしいという言葉で奮起を。 促されていた。2014年には、育成選手ながら、オープン戦の途中から2シーズンぶりに1軍へ合流。通算3試合の登板で8奪三振、自責点0という好成績を残したことを背景に、公式戦の開幕直前から、支配下登録選手へ復帰先発要員として1、軍に、登録という青写真が報じられるようになった。3月下旬に、 右肩の違和感を訴えたことから、公式戦開幕時点での復帰は見送られたものの、4月11日に支配下登録選手への復帰と、背番号92への変更が発表。復帰後は救援で一軍公式戦6試合に登板したが、5月6日以降は一軍から遠ざかった。2015年には、春季キャンプ直前の1月28日に結婚を発表。しかし、 左脇腹などを痛めた影響で1、軍公式戦への登板機会はなく、ウエスタンリーグ公式戦でも3試合の登板に、とどまった。2016年には、1軍公式戦5試合に登板。勝敗はつかなかったものの、防御率2.45を記録した。2017年には、1軍公式戦9試合に登板したが、防御率は4.26と、前年から悪化。 ウエスタンリーグ公式戦では、主に中継ぎで39試合に登板すると、2勝2敗ながら、防御率1.05という好成績を残した。シーズン終了後には、宮崎フェニックスリーグに参加。2018年には、二軍監督へ就任した、矢野洋大の方針で、二軍のクローザーに抜擢。ウエスタンリーグ公式戦36試合の登板で、1勝2敗、20セーブ。 防御率1.26を記録した末に、リーグの最多成部賞を受賞した。一軍公式戦でも中継ぎで14試合に、登板したが、0勝1敗、防御率5.48という成績にとどまった。2019年には、一軍の春季キャンプへ参加すると、実戦での救援登板で、相次いで高騰。一軍監督へ移動した矢野からは、 中継ぎ要員としての一軍定着を期待されていた。しかし、キャンプ最終日の2月27日に腰の張りを訴えると、オープン戦以降は実戦から離脱。公式戦開幕直後の4月中旬に、腰椎椎間板摘出術を受けた。手術後はリハビリを経て、レギュラーシーズン終盤の9月中旬から実戦に復帰したものの、 一軍公式戦への登板までには至らなかった。シーズン終了後の11月20日に、推定年俸750万円という条件で契約を公開。2020年には、前年に続いて、春季キャンプを一軍でスタート。右ふくらはぎの筋座章で、途中離脱を余儀なくされたが、レギュラーシーズン開幕直前の6月14日に、組まれたオリックスバファローズとの練習試合で、 前年2月のオープン戦、以来1年4ヶ月ぶりに1軍での実戦登板を果たした。開幕1軍入りこそ逃したものの、開幕8日後の6月27日には、出場選手登録を経て、横浜スタジアムでの対横浜 DNA ベイスターズ、1008回裏に1軍公式戦へ2年ぶりに登板。1点ビハインドからの救援登板を三者凡退に、抑えると、9回表西から、 ジェリー・サンズが来日初本塁打を放った末にチームが逆転勝利を収めたためプロ入り9年目にして一軍公式戦での初勝利を挙げた。一軍公式戦での白星はこの1勝だけにとどまったがシーズン全体では自己最多の15試合に登板したほかチームのレギュラーシーズン最終戦であった11月11日の対 DNA 戦でプロ入り後初めてホールドを記録。 シーズン終了後の11月27日に推定年俸800万円という条件で契約を公開した。この年には同期入団組で唯一のチームメイトだった伊藤早田外野手が戦力外通告を経て退団したため2011年ドラフト会議での指名を経て阪神へ入団した選手のうち入団以来一貫して阪神で 現役生活を続けている選手は伊藤和夫だけになった。本来は力みなく玉持ち良い腕の振りから投げ下ろす、最速時速150キロメートルのストレートが武器。スライダーフォーク、チェンジアップなど縦の変化球のキレも良く、外角低めへきっちり投げ込める、制球力とスタミナも合わせ持つ。右肘を痛めた2013年には、ストレートが最速でも、 時速 140km を下回るほど、投球フォームを崩したため、半身への入団2年目にして、育成選手契約への移行を余儀なくされた。このため、2014年には、当時の二軍投手コーチ、久保厚生の指導で、フォーム改造に着手。その結果、オープン戦序盤の時点で、ストレートは、最速で時速 147km にまで回復した。 ありがとうございます。